敵が来たわ。気をつけてね、アスベルああ。俺が絶対に、守ってみせるくっ、っ、なに<何>アスベル大丈夫すまない逃げてくれ、シェリアい,いえ、戦うわ。私があなたを、みんなを守るい,い、いったいったシェリア辛くないかしったまだ大丈夫。ありがとう、アスベル。 大丈夫か、シェリア。怪我はないかアスベル。熱でもあるのお腹が痛い何か変なものでも食べたんじゃないでしょうね。リ、理不尽だ。見たか我の力を。もう、アスベルったらはしゃいじゃって。たまにはいいだろう。ハロウィンだしな。<laughs> 確かにそうね。シェリア、大丈夫だったか 慣れない着物を着ているから、疲れていないか少し心配だったんだ。私は平気よ。新年早々、へばっていられないもの。女は黙って焼き鳥丼。いやいや、味噌でしょ。料理の話よ。え味噌は料理だよね。この子の目、曇りがないわ。ソフィ我慢しちゃダメよ。辛くなったらすぐに言うのよ。うん、わかった。 シェリアは優しいね。<laughs> シェリア、そんな気してる。このくらい大丈夫よ、ソフィー。みんなと一緒に戦いたいの。それじゃあ、私が守ってみせる。みんなのプレゼントは、絶対に守らなきゃ。ソフィー、あまり無理しないでね。私もついてるんだから。後で一緒にお風呂に入りましょうね。うん。 かかった。しっかり汚れを落とすのよ。シリアンの背中は、私がゴシゴシするね。<laughs> ありがとう、ソフィ。守られてるだけが、女じゃないのよさあ来い女の子の意地、見せたげるさあ力を合わせて頑張ろうあなた見てると、なんか放っておけないのよね。 教官、私が援護します。ああ、頼む。よし、これで盤石だな。いいか、戦いも恋も勢いが大事だ。覚えておけ。は、はい。恋のことは余計なお世話ですけど。教官、お疲れ様でした。今日のご飯、何か希望はありますかそうだな。 今日は、鯛茶漬けの気分だな。ほんと、鯛茶漬けが好きですよね。ですが、今日は焼き鳥丼の気分なので、焼き鳥丼にします。料理当番には逆らえないが、ならなぜ俺に聞いたんだそれも気分、ですかね。俺に聞かれてもな。シェリアの着ている服、とても綺麗な柄らね。ええ、私も気に入ってるの。 でも、帯のせいかしら、食事をするときに少し苦しくなっちゃうのよね。それは、大問題だわ。これ以上の犠牲は出させません。誰も傷つけさせはしないわ。終わらせてやるええ、終わらせましょう、メカアスベル。 ほんと、よくできてるわよね、あなた。アスベルそっくり。アスベルアートです。みんなを守れ。<laughs> ありがとう。後で体を磨いてあげるわね。着物ってええもんやろ艶やかで姿勢もビシッと保てて。ええ、そうね。走ってる時にちょっとだけ転びそうになっちゃったけど。 それもご愛嬌やさかい。あ私の着物、ちょっと着崩れてるかも。もう諦めようぜ。いちいち気にしてらんねえって。ダメよ。身だしなみは大切なんだから。さあ、新年も張り切っていくわよ。正月からやる気出してんな。もちろんよ。やっぱり最初が肝心だもの。炭って本当に真っ黒ね。 服に着いたら洗濯でちゃんと落とせるのかしら知らねえ。俺、あんまそういうの気にしたことねえし。あんなに筆を振り回してるんだから、少しは気にしなさい。よーし、勝ったぜ歳の初めから結構いい感じだなええ、そうね。この調子で今年をいい一年にしていきましょう。